はい、ガーシーの後任、堀江門が秘書、参議院議員斉藤健一郎のサンキュー文久チャンネルです。今日文久さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、まず今日堀江さんのですね、YouTube を見てましたら、はい、堀江さんといわゆる爆笑問題の太田光さん、まあ、放送問題について語るという YouTube があったので、ちょっと私これ、はい、拝見しましたら、はいはい、なんと堀江さんがですね、斉藤議員、1年生でも仕事ってできるんだなと、うん、で、ね、連休明けからこの国会参議院会館の、いわゆる食堂の、はい、いわゆるそのキャッシュレス、キャッシュレス決済、それができるようになったと。そうですね、すごいじゃないかってことで、堀江さんが斉藤さんのことをこう褒めておりましたけど あれゴールデン明けましたけども、キャッシュレスになったんですか？なってました。なってました。はい、いや無事にちょっと昨日から始まったということで、昨日行きたかったんですけど昨日行けなかったので、今日行ってきて、見事に、ちゃんとスイカとか、クレジットカードが使えるようになってました。で、今日は 何で払ったんですか？スイカで払った。今日はスイカで払いました。スイカで。そう、携帯の何ペイペイ、はい、とかはできないんです。そう、ペイペイが、できないんですよね。スイカかクレジットカード。そうなんですよ。それもまあ贅沢言うとちょっと不便かもしれないですね。まあ要改善ですけど、とりあえず、やっぱりキャッシュレスの方に一個、動いたということは、まあまあ、まずはいいかなと。ああ、まあそうですね。で、なおかつ、さらになんかこう、カウンターになってたんですよね。窓際が、今までテーブルやったのが、こう、窓際に、カウンターテーブルができてて、要するに、ね、一人の人がご飯食べやすくなってるんですよ。あれによって。あ、ちゃんと、なんか飲食店として顧客満足度っていうのを、ちゃんと考えてくれて、まあ、外注業者がやってくれたんだなっていうのは、まずは感じましたね。あ、そうですか。はい。進化したんですね。進化したですね。いや、素晴らしいですね。いや、ここからまあさらに進化してくれたらね、この会館で働く人たちとか関係者もろもろがね、より満足度が高まるのは、すごい非常にいいことなので。なるほど。はい。じゃあ、それでは早速、今日の質問をしていきたいと思います。はい。人間にはですね、まあ、いろいろな欲望の生き物ですから、はい、いろいろ欲とありますけど、今斉藤さんは何欲が一番ありますか？まず物欲がそもそもない。物欲がない。あんまりない。欲しいものがない。欲しいものは、唯一欲しいのは、ヨットぐらい。ヨット、ヨット、ヨットを家にしたいんです、本当は。で、ヨットで寝泊まりすると。ヨットで寝泊まりする。普通に居住空間があるので、はいはい、ヨットは、はい、まあちょっと大きめのヨットは、はいはい、だからそれでなんか週末休みの日とかは、ちょっとこう海に出て、海でぷかぷか浮いてたい。本読んだりとか。ちなみにヨットって、それなりのヨットっていくらぐらいするもんなんですか？ね、やっぱ金額で言うたら、やっぱり数千万レベルの。数千万ヨットがやっぱ欲しい。最低でもやっぱ3000万ぐらい。はぁ、もちろん中古でなんですけど、僕が欲しいなと思うのは、大体その辺ぐらいのヨットは欲しいなっていう感じですね。で、そのいわゆるその、なんていうんですか、ヨットハーバーとか、ああいうところに停泊してるのにもお金ってかかるんですよね。かかります、かかります。いわゆる駐車料みたいな。駐車料みたいな。大体そういうのはもう、空、その、なんていうんでしょうか、港によっていろいろこう、レベルも違うんでしょうけど、そうですね。いくらぐらいするんですか？まあ、船の大きさによるんですけど、まあ、ざくっとで言うと、まあ、やっぱり1ヶ月10万ぐらいのイメージかなっていうところですね。いやいや、結構じゃあ、ランニングコストもかかりますね。そうですね。もっと高いところはもっと高いし、安いところは安いんですけど、ただ、まあ、ハーバーによっても、まあ、これも多少違いますけど、まあ、ほとんどのハーバーは、電気代と水道代が込みなんですよ。その10万円の中に。なので、まあ、過ごすってなると、電気も、水道も一応かからない。の中で10万なのか、5万ところもあれば、30万ところもあるみたいなっていうので、全国違いますけどね。まあ、そのヨットで、例えばどの辺まで行けるんですか？それぐらいのヨットだと。まあ、もろもろのことを全て整えたら、準備がしっかり整えば、それこそ太平洋を横断することももちろんできる。ヨットとかですよね。だからまあ、ある程度その外海に出ても、まあ安定した船
ていうのがやっぱりいるので、ってなるとある程度のサイズ感っていうのがなってるんですよね。そうすると中古で3000万とか。まあそうですね。いやすごいです、まあ居住空間が割としっかりしたヨットっていうのが一つ僕は、そこで生活をしたいので。そうですか。物欲としてはもうそれぐらいですね。それぐらいで。じゃあ普段の欲は？普段の欲求はもうよく寝てるし、あと食べ物の欲求はあんまりなくなりましたね。食欲がないというか、まあ要はあれを食べたい、これを食べたいという、まあいわゆるお腹さえ満たされればいいというような感じですか？限りなくそれに近くなりましたね。最近よくグミ食べてますしね。グミなんかをこうやってよく食べてます。あ、それ間食ですか？まあ間食というか、そのお腹すいたらグミでもいいよね。っていう、なんかもうそうやったら食事別に1000でいいやったら1000でいいし、あのちなみに昼って日頃ここでほとんど食堂に行ってるんですか、それともなんかグミを食べて過ごしてるんですか？一人の時に食堂行くっていうパターンってあんまりないですよね。で、その時は何してる、その何を食べてるんですか？昼はコンビニでパンからかかってきて食べてないこと多いですよね。食べてないことが多い。はい、グミ食べて、だから、そう、グミ食べて、そういえば今日何も食べてなかったなって言って、まあまあ、まあ、ある程度ダイエットしてるっていうのもあって、もう別にそのままご飯、ごまかしてご飯行かずに、で、夜ご飯だけ会食行ったりとかっていうパターンもありますよね。じゃあ、まあ、あんまり食欲もない、まあ、物欲もない。うん。人間って何かしか欲ってあると思うんですけど。あ、性欲はありますよ、まだ僕は。ああ、素晴らしいっすね。そういう意味で言ったら、やっぱり、バツイチこなしの独身男性ですので。あの性欲はある。そうですか。ちなみに、あの、前の奥さんとは何歳の時に結婚して、いつ別れたんですか？25歳の時に結婚して、26歳の時に別れましたね。いや、あの、ちなみに付き合ってどれぐらいで結婚したんですか？付き合って半年。いや、また早いですね。で、結婚生活が、もろもろ全部入れて1年半。それは、後処理半年。それは、まあ、最初、恋に盛り上がって、その勢いで、相手の性格もよく分からずに結婚しちゃったっていうパターンですか？いや、恋に盛り上がったというか、この話しだしたら6時間ぐらいかかるんですけど、まあ、あと、まあ、3、4分でちょっと締めていただければ、終わらなければまた明日も続きやりますけども。そうですね。まあ、なんか盛り上がったって感じよりも、なんかね、タイミングがもうパチッとあって、なんか、それこそ普通にご飯食べに行った居酒屋さんで、その付き合ってる、その当時付き合ってる彼女とはもう、じゃあもう席入れて結婚しようや。っていう、もう軽いノリで、さらっと決まって、ああ、じゃあいいよ、じゃあそうしようか、みたいなっていうので、さらっと決まって。さらっと決まって、1年半で別れる時もさらっと別れたんですか？別れる時はね、ちょっとしんどかった。それは、斉藤さんから別れを持ち出したんですか？奥さんの方から。僕の方が土下座して別れをお願いしましたね。それはなんで浮気かなんかしたんですか？いや、ちょっと奥さんが病んでる人やって、僕のポジティブ精神で、ネガティブな奥さんをどうにかできると思ってたんです。もうそれが大誤算で、もうどうにもできない。どうにもできない。でもこのまま行ったら、もうこの超ポジティブな斉藤が、これは、なんかもう僕もネガティブになって、もう二人ネガティブになっていったら、このまま、なんか一家心中してしまうん違うかみたいな。なかなか二人の未来に幸せは見えないと思った時に、なかなか絶望感に打ちひしがれてですね。で、もう最終的にはもうごめんなさいって、もう僕のギブアップですって、僕が無責任に結婚するって言ったから、こうやってあなたを不幸にしてごめんなさいって。でも僕じゃどうにもできないんで、もう別れてくださいって言って、まあそっからちょっと、ぐだぐだはありましたけど、まあ最終的には、解放していただけて、もう勝手にしなさいと、いうふうにして、まあ離婚して、まあそこから揉めてはないんですけど。あ、そうですか。奥さんは、別れた奥さんは再婚はされたんですか？もうね、風の噂では。子供もできたみたいな。あ、じゃあよかったですね。噂がちょっとちらっと、僕も全く連絡取ってないので。まあそりゃそうでしょうね。なんか幸せに家庭をされてるらしい、という噂はちょっと。じゃあまあそういうね、話であればまあいいですね。そうですね。はい。もう何よりも幸せに過ごしていただけてることがね、一番ありがたいですよね。じゃあ性欲はあって、まあ他の欲は何もないと。そうですね。あとはやっぱりまあ、まあ、出世欲みたいのはやっぱありますよね。次の目標としてやっぱり大臣になりたいっていう、一つのやっぱり目標、やっぱ政治家ね、国会議員やってるからにはやっぱり大臣、総理大臣っていうのを目指してみたいなっていうのは、目標、欲求というよりも目標として持ってるっていう感じですね。
まあ、目的というよりも当然ね、役職をついてさらに自分のね、うん、まあ、政治政策を進めていくという、ね、そうですね、うん、手段としてね、そうですね、やっぱりこの立場になってものすごいいろんな方々からのやっぱり期待を背負ってるっていうのをやっぱり感じるので、はい、ありとあらゆる問題がやっぱ集まってくるわけじゃないですかってなったら、やっぱり言っても僕らみたいなこう弱小政党ではやっぱりできることって限られてるけれども、はい、まあ、その中でまあ今日のやった施設秘書チームのレクみたいに、僕らならではにできることもまたあるなと思ったんで、はいはい、やっぱりもっとより力を持ってね、ええ、よりこの国を良くするっていうところはやっぱやっていきたいですよね。そうですね、うん、まあ、もう10分経ちましたので、うん、まあ、そろそろ締めたいと思いますが、まあ、分かりました、出世欲、 そうですね、そして性欲と性欲と性欲と素晴らしいと思います、はい、人間の欲っていうのはやっぱり食欲、うん、まあ、物欲、うん、それから、まあ、いわゆる性欲、うん、まあね、大体それじゃないかと思いますよね。そうですね、あとは愛情欲とかね、そうですね、まあね、まあ、優越欲とかいろいろありますけども、うんうんうん、まあ、でも欲はたくさん持って続けていただければと思います、はいはい、今日もありがとうございました。今日もありがとうございますっていうところでですね、NHK を契約していない方まだいらっしゃいましたら、もう5月になりました、割増金も3倍になっておりますので、皆さん間違いなく NHK との契約を済ませて不払いというところをぜひやっていてくださいというところで、今日も斉藤健一郎のサンキューギューチャンネルでした。ありがとうございます。ありがとうございました。